スコティッシュスモールパイプは、現代の形態としては、コリンロスをはじめとした、楽器制作家によって、再開発された不意語式のバグパイプである。現在、スコットランド国立博物館所蔵の古希式の、モントゴメリースモールパイプの E 館の楽器をはじめ、同じような歴史的な楽器での不意語式の要例は、多数残っている。フランシス・エム・コリンソンの書いた、バグパイプの歴史には、 歴史的なスコティッシュスモールパイプについてのいくつかの議論が登場する。しかし、より信頼できる調査と情報は、スコットランド歴史、文化学者、ヒューチープの書いたバグパイプス、A ナショナルコレクションから得ることができる。いくつかの楽器は、歴史的な楽器の複製品として制作されているが、現代では、古い楽器をそのまま復刻しているケースは、ほとんどなく、より大型にし、 調律を低くしたものが一般的である。現代の楽器における革新、特にリードのデザインのそれは主にノーサンブリアン、スモールパイプが元となっている。15世紀に遡る小さなバグパイプの存在を示す証拠が存在してはいるが、現在の形態は1980年代初頭以降にのみ存在している。そのため、現代用に知られているバグパイプの種類では最も若い。 ブルイに入るとも考えられる。スコティッシュスモールパイプはノーサンブリアンスモールパイプと比べるとチャンターの終端に穴が開いていること、一般的な傾向としてキーがないことの2点で区別される。これはチャンターの音色がスタッカートではなくすべての音にスラーのかかった、つながったものであること、および にオクターブ近い音域を持つ18世紀後半及び19世紀の形態のノーサンブリアンパイプとは対照的に音域がわずか9音であることを意味する。ノーサンブリアンスモールパイプとのさらなる識別点としては、スコティッシュスモールパイプはその新しさゆえに過去から受け継がれる伝統奏法の存在しないことが挙げられる。楽器は円筒型で穴の開いたチャンターを有している。 最も一般的なものは A で調律されたものであるが、どの調にも対応でき、D や C、B が一般的な調べである。円筒型で穴の開いたチャンターは、ボーダーパイプのように同じ大きさの円錐型の穴の開いたチャンターと比べて1オクターブ低くなる。スコティッシュスモールパイプは、ノーサンブリアンパイプや、ボーダーパイプのように、不意語式のものが一般的である。古記式の楽器も、 入手可能ではあるが、古気に起因する湿った空気がカヤのリードを痛める要因となることもあって、さほど一般的ではない。チャンターの最も一般的なスタイルは、キーなしではあるが、ごくたまに高音域の B、G、F ナチュラル、C ナチュラルのためのキーが加えられる。現代のノーサンブリアンスモールパイプのように多くの、 キーを追加することは可能ではあるが、9音を超える音を使うミュージシャンは多くない。また、この楽器のために書かれたほとんどの音楽は、キーなしの楽器に合わせて9音のみで構成されている。ドローン管は一般には3本あり、普通は2つのパターンのうちの1つで調律される。A のバグパイプであれば、通常は主音であるチャンターの A から、オクターブ低い A でテナードローン管が調律され、 バスドローン管はさらに1オクターブ低い A で調律される。時々続音のドローン管が使われることがあり、これはバスの5度上に調律されたバリトンのドローン管、内主テナーの5度上に調律されたアルトのドローン管となる。D のキーのチューンを演奏する場合のため、主音のドローンは止めることも鳴らすこともできる。ほとんどの制作家はアルトよりもバリトンのドローン管を作る傾向にあり、 多くの場合はスカンとテナーカンだけを使う。他の制作家は A カンと D カンのチャンターに対応するドローンカンを開発しており、どちらのチャンターでも一つの楽器で演奏することができる。これらのセットは A カンと D カンの両方のドローンカンを含む。さらに、長めのチューニングピンやノーサンブリアンスモールパイプの影響を受けた。 チューニングビードを使うことによって、いくつかのスモールパイプのドローンは2度か3度高く、音程を変えることが簡単にできる。C のバリトンドローン管は、例えば D や E にも変えることができる。これは、5番目ないし4番目の調律されたバリトンドローン管ないし、アルトドローン管を演奏するといったように、ドローンのチューニングの選択肢を増やすことができる。もともとは、ボーダーパイプとともに、 スコットランドで最初に記録されたバグパイプの一つであり、スコットランドにおいて、ローランド地方や遠く北は、アバディーンで盛んだった。記録に残る限り15世紀から存在しておりは16世紀以降の文献にのみ登場する、はじめは、宮廷や城での踊りや娯楽に使われていた。不意語式のため長時間の演奏に向いており、後に、街のパイパーやミンストレルの間で盛んになり、 スモールパイプが記録に現れなくなり、街のパイパーが見られなくなる19世紀初頭まで使われた。不意語式のスモールパイプはイングランドやヨーロッパ大陸を経由してスコットランドに入ってきたと考えられており、スコットランドでは15世紀以降の多くの図面や彫刻、絵画にヨーロッパ全体では数世紀遡る12世紀以降にその証拠が残されている。 スモールパイプとボーダーパイプの演奏の伝統には空白時期が存在するため絶対的であったり決定的であるとされる奏法は特に存在しない。しかしながら、ディクソン、ピーコック、リッデルといったこれらのバグパイプのために書かれた現存する楽譜によって提示される証拠によるとより変装やアルペッジョに依存していたようであり、今も残るハイランドの音楽が定型化された。 装飾音の技術が支配的であることと対照的である。スモールパイプはグレートハイランドバグパイプ奏者の間では2番目の楽器としてボーダーパイプと並んで非常に盛んであり、普通は国式を選びグレートハイランドバグパイプの伝統に従って演奏する。グレートハイランドバグパイプ奏者のための比較的静かな練習用楽器として音楽的に物足りない。 グレートハイランドバグパイプ用、プラクティスチャンターからいくらか置き換わっているがそれ以上に、グレートハイランドバグパイプとボーダーパイプ両者のレパートリーを演奏可能とするセッション向けの楽器として広く普及している。スコティッシュスモールパイプは、グレートハイランドバグパイプ奏者たちにとって、フィドルやフルートをはじめとした様々な楽器の音楽のセッションに参加したり、 歌手の伴奏をすることを広く可能とした初めての楽器である。しかしながら、現代のスコティッシュボーダーパイプは、全身のボーダーパイプと比べより静かでより、信頼性の高い楽器となっており、グレートハイランドバグパイプ奏者のセッションの楽器の新たな選択肢としてゆっくりとスコティッシュスモールパイプを置き換えつつある。ハミッシュムー・ア・ハット・カリンソン、F、ザ・バグパイプ、ザ・ヒストリー・オブ。 ゲームシカルインストルメント、ラウトレジアンドケガン、ポール、ロンドン、1 7 9 7五零七一零零七九一三三、www.goodbagpips.co.uk、w w w g o o d b a g p i p s c o u k 二零一二年九月五日閲覧。バスバリトンテナーアルトによる、アダットの例。 アーカイブド2008年1月6日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ネイト・バントン、エスクイック、スタートガイド・ツー・スコティッシュ・スモール・パイプス、ハット・ヤン・ケッチン・スモール・パイプス。ありがとうございます。